はいどうも、オールドプレイのサツさんでございます。今回はですね、ちょっと久々にまたマイク関連のお話をしていこうかなと思っております。今ここにですね、これソニーの ECM-PCV80U とオーディオテクニカの AT2020USB+ っていうマイク、これ2つあります。どっちも USB マイクで、他にも何個もマイク紹介してて、別にね、この2つがおすすめだとかそういうつもりで並べてるんじゃなくて、ただ棚の取り出しやすい位置にあったんで、今これ例として2つ出してるんですけど、今回はですね、実際に私サスさんがゲーム実況とかで使ってるマイク、これを紹介したいなと思います。はい、それじゃあもう出しますよ。せーの、はい。はい、ということで出てきました。こちらがですね、ヤマハの AG03 っていうオーディオインターフェースと、マイクがシュアの SM58 っていう、これダイナミックマイク使ってます。今までの動画見てくれてる人だと、いや、じゃあなんでお前それ最初から配信に使ってるやつ紹介しないんだよって思う人ももしかしたらいるかもしれないですけど、ちょっと説明させてください。例えばおすすめのお寿司屋さん教えてくださいって言われた時に、自分の中で一家2000円の寿司がうまい店があるって思ってたとしても、それめちゃくちゃ高いじゃないですか。で、一皿に300円の回転寿司でまあまあ美味しいとこがあるとしたら、ちょっとそっちも紹介したくなりません？あれ？あれ、なんかこの例え大丈夫？この例え大丈夫？なんかこれちょっと まあいいや。まあ、とにかく俺が言いたいのは、これだと高いんですよね、非常に。このヤマハの AG03、こちら一つで、だいたい1万5000円ぐらいします。で、こっちのシュアのマイク、これもね、今の値段ちょっと見てないですけど、これも1万ちょっとするんで、合わせてまず2万5000円は確実に行くんじゃないかなと思います。あと、プラスで、このマイクを AG03 につなぐための XLR ケーブルっていうのが必要になります。で、あとマイクアーム。これマイクスタンドついてないんで、マイクアームも必要になるんですけど、それ合わせると大体ね、多分3万ぐらいいくと思うんですよ。で、めちゃくちゃ高いじゃないですか。で、じゃあこの組み合わせで、この前紹介したこのオーディオテクニカの AT2020USB+ よりもめちゃくちゃ音が良くなるのかって言われたら、そうでもないんですよね。このマイク値段大体1万6000円ぐらいなんですけど、金額的に2倍ぐらいするじゃないですか。で、これよりも2倍高音質になるかっつったら、全然そんなことないし、音質で言ったらほぼ同等とかだと思うんですよね。まあ、そもそもダイナミックマイクっていうのと、コンデンサーマイクなんで、ちょっとそもそも系統も違ってくるというか、まあ、そういうこともあるんですけど、その値段が高いっていうのが、そのこれを紹介しなかった一つの理由です。で、もう一つが、この今までのマイクって USB マイクなんで、パソコンに挿せばもうすぐ使えます。簡単、誰でも使えます。あとね、PS4 に挿しても使えます。これ、ドライバーとかいらないんで。今まで紹介した USB マイクは基本的に全部 PS4 で使えます。じゃあ、このヤマハの AG03 どうなんだというと、これね、パソコンにただ接続しても、ブスッと USB で接続しても使えません。なんでかっていうと、専用のドライバーをインストールする必要があります。しかも、これ PS4 に接続しても使えません。なぜかというと PS4 にはドライバーをインストールできないからです。っていう理由があっての、手軽にお金をできるだけかけずに、いい音を手に入れるんだったら、こういう USB マイクの方がいいと思ったので、これらを先に紹介しました。はい、じゃあなんでサスはこれらを使ってるんですかっていう話になりますよね。まあ、それちょっと実機を交えて見ていきますか。はい、ということで、こちらがヤマハの AG03 と、こちらがシュアの SM58 というマイクですね。で、SM58 はなんか色々何本か種類あるかもしれないんですけど、俺が使ってるのはこのスイッチがついてるタイプです。スイッチついてると、これ手元で簡単にスイッチオフにできるんで、非常に楽ちんなんで、これを選びました。ちょっとスイッチついてる方が値段高くなるんで、まあ、そこはお財布と相談という感じですね。はい、じゃあこちら AG03 見てみましょうか。これ左上にこの XLR 端子ついてるんで、ここにマイク、ケーブルでここに接続するようになってます。今ちょっと、もう配線がややこしくなっちゃうんで、ちょっと取り外してないんで、あれなんですけど、ここにケーブルで接続するというふうに覚えておいてください。でね、ここにギターのマークとキーボードのマークありますよね。これギターとかキーボードを実際につなげられるんですよ。例えば生配信でギターとかキーボードで弾き語りするとか、まあそういうこともできるし、曲作る人とかもいいですよね、これは。で、こっちはモニターアウトになってるんで、スピーカーにつないだりとか、ここはヘッドホン端子ですね。はい、で、下の方に来て、ここが電源スイッチになってます。まあ、パソコンに一回繋いだらこれ電源切るってことまずないんですけど、まあ、一応スイッチがついてて、オンオフができると。で、ここがピークランプ。これ、めちゃくちゃでかい音が、
マイクに入るとここが赤く点灯するんですよ、この2つ、まあ、この2つっていうかこれは LR なんですけど、これ赤く点灯したらちょっとデカすぎだなとかっていう感じで、こっちにマイクゲインとこの入力レベル調整があるんですけど、こっちで調整したりできます。これね非常に便利で、まあ、大体設定方法としてはこのマイクゲインある程度のどこで固定したら、この左側のこのフェーダーでマイクの実際の入力レベル調整すればいいと思うんですけど、まあ、俺の場合は SM58 つないでるときはこのマイクゲインはマックスにしてます。でフェーダーは大体このぐらい、この太いラインの2本目上ぐらいにしてます、設定としては。でこれで例えば配信しててちょっとさっさん声ちっちゃいよとか言われたら、あごめんごめんつって声で上げられるし、ちょっと今日声でかくないって言われたらこうやって調整できるし、まあ例えば同じ設定でしか配信しないんだったらあんまり変える必要とかないと思うんですけど、配信したりボイチャで友達と会話したりする時とかにちょっと声上げてくんないとか言われた時とかもこうやって調整できるんで、これめちゃくちゃいいです。でこのボタンはコンプレッサー、 EQ、 イコライザーってあるんですけど、これはねちょっと俺もあんまり使ってないっすね、あんまり詳しくもわかんないで、ちょっとねあんま使わなくていいと思います、ゲーム実況とかの用途では。でこの下エフェクトなんですけど、これはですねリバーブかけられます、声にリバーブって、エコーみたいな感じのやつなんですけど、これちょっと後でどんな感じかどうかっていうのを例を出しますんで、これはねちょっと俺もいつも配信で実際に使ってるし、まあ、ちょっと面白いんでね。え、ジョイコン横持ちやりにくくない？ケムちゃん、いってらっしゃい。寂しいです。寂しいです。サンタテや、あ、サンタテした今。じゃあね、さっさんまた明日。じゃあね、さっさんまた明日。ちょ、待てよ。エコーキリンやっていい？キリンです。エコーキリンどうだった？はい。それでは皆さん、またね。動画見てくれてありがとう。はい、でこちらにヘッドセットの端子があるんですよね。普通こういうオーディオインターフェースってあのパソコンに繋いだり PS4 で使うようなヘッドセットで付けられないんですけど、このヤマハの AG03 はゲーム実況とかを意識してるのか、こういうヘッドセットも付けれるようになってるっていうのが、魅力の一つだと思います。ちょっと今ケーブル束ねてるんですけど、これゼンハイザーのヘッドセットのマイク端子とヘッドホン端子があるんで、この2本をここにブスッと刺すと、ボイチャとか、まあ、ゲーム実況に使えるっていう感じですね。で、こちらが AUX になってるんで、例えばね、ゲームしながらスマホの曲聴きたいなーとかってなったら、スマホのイヤホン端子とオーディオケーブルでここに接続すると、スマホの曲聴きながらゲームできるとか、まあそういうこともありますね。まあこれそもそもパソコンで使うようなやつなんで、まあ実際パソコンで曲聴けばいいだけなんであんま意味ないんですけど、まあなんかそういう使い方も一応できます。で、この 2PC って書いてあるスイッチ、これが何かというとですね、これドライチャンネル 1-2G ってありますよね。これにすると何かというと、パソコンへの入力はこのマイクの1チャンネルと、このギターキーボードの2チャンネル。だけが、あのパソコンに入力されます。で、しかもこの1番と2番は、ステレオの LR になってるんですよね。それどういうことかっていうと、マイクの入力は L 側の音声になるんで、例えばこの状態でマイク挿して配信するとするじゃないですか。そうすると、視聴者のスピーカーの L 側からしかマイクの声が出ません。例えばイヤホンで聞いてると、イヤホンの L、左耳につけてる方からしか声が聞こえない状態になっちゃいます。なので、ま、基本的に、これ配信とかするんだったらインプットミックスの方がいいんじゃないかなと思います。インプットミックスにすると LR がミックスされてモノラルになるんで、マイクの音声が両耳から聞こえるようになります。ただしこのインプットミックスの欠点として、例えば AX にスマホ接続して曲かけてるとするじゃないですか。そうするとそのスマホの曲も配信に流れちゃうんですよ。なのでインプットミックスで配信とかするときは他の機器はできるだけ繋がない方がいいと思います。これ弾き語りとかする人用なのかな、あとゲーム配信と。で、最後ループバックなんですけど、ループバックって結構こういうの詳しい人だと聞いたことあると思うんですけど、パソコンから聞こえる音、例えば、YouTube でなんかカラオケ音源をかけて、そうするとこの AG03 に繋いでるイヤホンとかヘッドホンからそのカラオケ音源が聞こえますよね。で、そのカラオケ音源に合わせて歌うと、そのカラオケ音源とマイク音声をミックスして入力することができるっていう機能。
まあ、ちょっと伝わりにくいかな。ちょっと俺の例え下手かもしれないですけど、あのね、配信ソフトとかでパソコンから出てる音を直接配信に流せるんですよ。OBS とか。なのになんでいちいちこの AG03 から耳で聞いたやつと、このマイク音声いちいちミックスする必要があるのかというと、音がずれちゃうからです。要は、パソコンで音源をかけて、それに合わせて歌ったりする人しか使わないんじゃないかな、このループバックは。まあ、あとこっちはボリューム関係ですね。そんな感じです。あ、ちなみにこの上の方に USB 端子がついてるんで、ここにケーブルを挿してパソコンと USB 接続することができます。はい、じゃあちょっとざっと機能を説明したんですけど、なんで今まで紹介した USB タイプのマイクよりも、こっちのオーディオインターフェースのマイクを使ってるのかというと、さっき言ったみたいにこのボリューム調整、これが非常に便利っていうのが一点です。で、もう一つが、このエフェクト、リバーブをかけられるっていうのが楽しい。まあ、これはもう本当にお遊びなんで、俺自己満で配信でやってるだけなんであれなんですけど、まあ、これが面白いっていうのがもう一つ。で、最後、これ USB マイクっていうのは、これ買いました。このマイク使います。で、終わりなんですよ。で、こっちの組み合わせだったら、例えばね、このダイナミックマイクが壊れたとか、ちょっと違うマイク使ってみたいなってなったら、XLR ケーブルでつなぐタイプの、じゃあこういうコンデンサーマイクを買ってみましたみたいな。この AG03 は一回買っちゃえばもうずっと使えるんで、ちょっとこれも出しますか。これマランツの MPM1000 っていうやつなんですけど、これね、めっちゃ安くて評判いいマイク、マランツの。これ5、6000円で買えるやつだと思うんですけど、5、6000円でこれショックマウントついて、この息をガードするポップガードみたいなやつもついて、卓上三脚ついて、ちょっと今もう入ってないんですけど、XLR ケーブルがついてます。なのでこのマイク非常にお得で使ってる人も多分多いと思います。っていう感じで他の組み合わせもいろいろ試せるっていうのが楽しいっていう。ただマイクこうやって変えれるのはいいんですけど、さっきも言ったみたいに、USB 接続のこういう、まあ、ちょっと高い1万5、6000のマイクよりも、音質が劇的に良くなるとかそういうことはないと思うんで、まあ、ちょっと音の傾向っていうか、質感は変わると思うんですけど、多分ね、視聴者さんが聞いて、わかんないんじゃない?これ多分わかんないと思うんで、ほんと自己満の世界だと思うんですけど、まあ、ほんとそういうレベルです。とは言うものの、音あんま変わんないって実際どんなもんなのよって気になってる人も、まあ、いると思いますんで、今まで撮った音源も残ってるんで、この ECM-PCV80U と、オーディオテクニカの 2020USB プラス、この音源2つ、まず使います。この AG03 と、シュアの SM58 の組み合わせ。で、最後が AG03 と、マランツの MPM1000 の組み合わせ。この4つの音源をちょっと今から聞き比べていただけたらなと思います。ちなみにこれらはですね、すべてパソコンにつないで、ソフトがサイバーリンクっていう会社のオーディオディレクターを使って録音しました。もしですね、この動画を見て、ちょっとどれかマイク買おうかなっていう風に考えてる方が、もしいたらね、できればイヤホンとかヘッドホンをして聞き比べた方が音の違いわかると思います。はい、それではそれぞれ録音した音声聞いてください。どうぞ。このマイクは、ソニーの ECM-PCV80U です。口元から約20センチほどの位置に設置して話しています。音質どうでしょうか?このマイクは、オーディオテクニカの AT2020USB プラスです。口元から約20センチほどの位置に設置して話しています。音質どうでしょうか?このマイクは、シュアの SM58 です。ヤマハの AG03 に接続して、口元から約20センチほどの位置に設置して話しています。音質どうでしょうか?このマイクは、マランツの MPM1000 です。ヤマハの AG03 に接続して、口元から約20センチほどの位置に設置して話しています。音質どうでしょうか?どうも、オールドプレイのサスさんです。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 
はい、というわけでお聞きいただいたんですが、どうでしたでしょうか。あのね、個人的な意見で言うと、この中で言うと ECM-PCV80U、 これソニーの3000、まあ、何百円くらいで買えるマイクなんですけど、まあ、これが負けます。ちょっと当たり前なんですけど、値段安いんで、そんな3000いくらにそんな高音質求めちゃいけないよという感じなんですけど、音質的に言ったらこれはちょっと除外しますね。で、残りがこの3つになるんですけど、あのね、俺さっきどれもそんな違んないよって言ったじゃないですか。あの、音質いい悪いっていうのは本当にあんま変わんないと思います。まあ、どれが好みとかはまあいろいろあると思うんですけど、で、ただちょっと音を大きくして聞いた時に、まあ、何の関係かわかんないんですけど、このマランツの MPM1000 とこの AG03 の組み合わせ、これがね、なんか一番ノイズ的な、ホワイトノイズなのか、ちょっとなんかの低い音のノイズが入ってたりするんですけど、特にこの SM58 の時、これがね、マランツの時は一番少なかったんですよね。じゃあなんで SM58 今まで使ってたんだよっていう感じなんですけど、ちょっとね、今まであの感覚的にこれがいいような気がして使ってたんですけど、ちょっとね、このテストを機にですね、このマランツ使っていこうかなっていう風に考えてます、今。もしかしたらね、もうちょっとこのコンデンサーマイク1万円とか1万5000円とか2万円、もうちょっといいマイクにしたらもっと音が良くなるかもしれないんですけど、まあ、そんな劇的に変わるようなもんでもないのかな。まあ、ちょっとマイク関連についてはですね、本当に答えがないと思うんですよね。まあ、音の好みだったりとか、まあ、スイッチついてるとか、ダイナミックマイクとコンデンサーマイクとか、まあ、いろいろあるんであれなんですけど、この AG03 は、まあ、リバーブかけられるっていうのも便利だし、このフェーダーで音を簡単にボリューム調整できるっていうのもめちゃくちゃ便利だし、まあ、俺はギターとかキーボード使わないっていうか弾けないんであれなんですけど、まあ、弾ける人だったらね、なんかいろいろ使えるっていうのもあるし、これめちゃくちゃ人気で、ゲーム実況者ほとんどの人これ使ってると思うんで、まあ、ぜひチェックしてみてください。これからゲーム実況とかするために USB オーディオインターフェース買うんだったら、ちょっとこれが一番いいと思います。と言いたいところなんですが、去年の10月にこんなんが発売しました。はい、こちらローランドの VT4 っていうやつ。まあ、ちょっとこれ箱にまだ入ってて、俺も開けてないのよ。俺も今日届いたんであれなんですけど、これ何かっていうと、まあ、簡単に言うとボイスチェンジャーです。この AG03 は、こうやってフェーダーで声のボリューム変えたり、ワンタッチでリバーブかけたりとかできたんですけど、まあ、これもそういうのができるし、声のピッチ変更とか、まあ、例えばね、男の人が女の子っぽい声に変えたりとか、そういうこともできるみたい。で、これ電池駆動なんですけど、パソコンとはこの AG03 みたいに USB 接続でも使えるみたいで、このシュアの SM58 とか、マランツのコンデンサーマイクとか、こういうのも繋げることができます。なので、これよりも、これローランドの VT4、これの方がいいのかもしんない。ちょっとね、これからですね、使ってみて、使いこなしてから、まあ、すべて使いこなすっていうのは多分無理だと思うんですけど、ある程度使い方分かったら、これの動画を出します。その上で皆さんがゲーム実況とかだったら、こっちがいいのかこっちがいいのか、またはこういう普通の USB マイク、これがいいのかっていうのを判断して参考にしていただけたらなと思います。というわけで、ちょっと気になる感じの終わり方で申し訳ないんですが、今回は私サスさん現状のマイク環境の紹介動画でございました。それでは皆さん、次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。動画見てくれてありがとう。ツイッターや個人チャンネルもぜひフォローしてみてね。およ、いろんな活動をしますので、チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。オッケー。あれ